こんにちは、パーサントヤのビースト村山です。今回もベンチプレスチャンピオンの鈴木祐介さんにお越しいただきました。はい、元チャンピオンの鈴木祐介です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もうなんか突っ込みづらいですよ、元チャンピオンとか。やめてください。僕は真実しか言わない。まあ今回準優勝だったっていうことで、ね、はい、自虐ですね。やめてください。いやでも実際チャンピオンですから、はい、チャンピオンとご紹介させてください。はい、ありがとうございます。ということで、今回なんですけれども、私結構減量してきたんですけども、はい、だんだんフォームがアジャストしづらくなってきたっていうところで、フォームの再調整をしてさらなる筋力アップ、そして、はい、筋肉アップを狙っていきたいというところで今回お願いしたいと思います。はい、早速後ろ見ていきたいんですけども、これはデクラインですか？そう、ちょっとね、今日やってもらいたいのが、はい、デクラインベンチプレスってね、こう今まであんまりやってこなかった、インクラインはやったんですけど、デクラインってあんまりね、こう自分自身も昔よくやってたんですけど最近やってなかったんですよね。はい、改めてデクラインベンチの良さに気づいたので、ぜひそれを共有したいなと。ありがとうございます。また最新情報、今おっしゃられた感覚がちょっとずれてきたぞとか、そういう時にデクラインやってあげるとその感覚を蘇らせることができるんで、最高じゃないですか。はい、その感覚取るためにやっていきましょう。わかりました。はい、ということで早速始めていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、早速なんですけど、はい、今ね、これデクラインでアジャストベンチを頭側を下げている状態です。でちょっとね、角度との関係で、今足の方にプレートをかまして、ここに隙間が空いている状態ですね。はい、はい、で、あくまでもデクラインってね、こうすごく角度は必要ないので、ちょっと下がってるぞっていう感覚でいいと思います。もう見た目的には普通のベンチプレスとあんま変わってないなぐらいでいいと思いますので、まあ、これぐらいのセッティングでいきたいと思います。はい、はい、で、基本的なセッティングの方法はベンチプレスと変わらないんですけど、唯一気をつけなきゃいけないのがこう寝るときですね。あとは絶対ぶつんでゆっくり寝てください。はい、はい、よいしょ。あ、狭いですね、こういう感じ。はい、で、基本的にベンチプレスの時よりも頭側に入っているような形にしていただいた方がいいです。はい、なのでベンチプレスの時はだいたい最初の位置これぐらいからスタートするんですけど、うん、もうデクの場合はちょっともう鎖骨ぐらいまで入れてください。でブリッジその他ほぼ変わらないですね、ベンチプレスと一緒なんで、まあ、そのあたりは昔の動画見ていただくといいかなと思うんですが、唯一変わるのが足つきのところですね。はい、足をしっかりかかとをつけていくっていう力を入れていくと、お尻にめちゃくちゃ力が入るんですね。はい、でこれはあくまでもデクラインの状態なので、お尻上げベンチとは感覚が全然違います。うんうん、はい、お尻に力が入ってる状態でかかとしっかり押し付けてあげて、でそこから伸びをしてラックオフをする。ラックオフした時にまっすぐ取って、この状態から手首を曲げながら溝落ちの上まで移動します。でここは最初感覚が分かりづらいんですけど、これできるだけたくさん最初移動させてみてください。どこまでいけるかなみたいな。でこの時ね、こう肩がめくれてくると滑り落ちていくので、はい、ここは気をつけていただいて、体がほどけないように取って移動する。で移動して背中に、この移動するだけで引っかかる感が出るので、引っかかったところでもうセットしててください。はい、そこはまっすぐ下ろして、まっすぐ上げるだけです。まっすぐやるだけ、これだけです。非常に簡単なんですけど、軸としては溝落ちから真上に出ていくので、通常のベンチプレスって溝落ちから鎖骨側に行きますよね。うん、そうですね。なので肩甲骨の下から肩甲骨の上側に向かって軸が移動していくんですけど、デクラインの場合は背中に引っかかったところで常にやる、背中を緩ませないようにしてやっていくことで、その背中がずれてしまって感覚がね、こうずれてしまうっていうことが結構ベンチプレスではあるんですけど、ここでしっかりね詰めたままやっていくイメージで、はい、なんか背中のボトムの感覚が良くなりそうですね。そう、この肋骨周辺のプレッシャーのかけ方っていうのを自然に覚えることができるっていうのと、あとは通常のベンチプレスでは鍛えにくいような肋骨周り、まあ大胸筋下部から肋骨前鋸筋、この辺り背中に引っ掛けたまま動かしていくぞっていう感覚が出てくるので、まあ、ここをぜひ習得してください。はい、はい、ありがとうございます。では早速、今のやつを実践してみたいと思います。
確かにこれ危ないな。そうなんですよ。なんでちょっと不安な方は、はい、この隙間につま先最初入れちゃってください。そう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 。でつま先引っ掛けてあげると体が固定できるんで。よいしょ。はい。でそこからね足つきの方に移動していただいて、はい、で足かかとをグーって下げた時に、かかとを下げるって、まあ、足首を背屈させる動作になるんですけど、はい、この状態で親指を上に向けてください。そうするとここに力入るの分かりますか、はい、ここに力入ると内ももにも力が入り、お尻にも力が入りっていうふうに下半身の安定性が非常に高まるんですね、はい、なのでちょっとつま先上げておくことがポイント、はい、でこの状態から、まあ、通常のベンチプレスと同じように肩甲骨をセットしていただいて、グリップをセットしていただいて、はい、割とカジュアルに真上に抜いちゃってください。そう、真上からぐーっと移動してくる、移動してくる、移動してくる、移動してくると、ここに力入ってきますよね。入ります、はい、ここに力入ってきて、具体的にはこの肋骨の10、11、12、この辺りのラインにバーベルが乗ってるイメージです。でそこからまっすぐ垂直に下ろしていきます。で垂直に上げていきます。はい、そんな感じ、そんな感じ。これいいですね。そう、背中の感覚ってすごい取り戻しやすいんですよね。これ、これデクラインベンチを普段やってる人もこのやり方絶対いいですね。あ、これそうそうそう、あのただただデクラインを例えば手首をまっすぐにしてっていう風にやっちゃうと肩痛めることになるので、はい、このシャフトをね、ここからシャフトを移動するっていう時に手首をしっかり曲げてくると背中のエンゲージメント率が高まってきます。でそれでお尻に力入りますよね。めっちゃめちゃ入ります、はい、その一体感を出してあげて OK、 OK、 これ多分まだ私デクラインできてなかったなっていう全然感覚いいですもん。そうそう、やっぱりね、こうデクラインやってさ、大胸筋下部を鍛えるっていうよりは背中の感覚、お尻の感覚、足つき、そのあたりをトータルで見ていくのがポイントになりますね。これ何キロぐらいまで上げていくものなんですか。普通のベンチと同じぐらいです。おほら、鈴木さん200キロ近くでもうやるっていうことですよね。僕200で3レップぐらいですかね。マジっすか。はい、2、3ぐらい。じゃあそのぐらい、でもこれ肩痛めないですね絶対。あ、そう、これのポイントってやっぱり坂道になってるじゃないですか。この坂道になってるっていうことは肩甲骨が挙上しやすい状態なんですよね。それをあえて背中側にしっかり入れて、あの意識的に肩甲骨っていうのを活性させていないとこの状態って作れないので、フォームが安定していないとかフォームを作る筋力がない人はすごくおすすめです。手幅自体は多分長いの方が出てやりやすいと思うんですけども、はい、ある程度広げた状態でやってもいいんですか。これはそうですね、そんなに違和感は出ないと思います。違和感出ないですよね。出ないですね、はい、しかもこれで落とすから広げてても怪我のリスクはやっぱ低いですね。ただミスった時にワイドの方がやっぱりリスクは、そうですね、はい、ミスりやすいって言ったらいいのかな、うんうんうん、よりマイナーな筋肉を使ってフォームを作っているんで、ほどきやすいはほどきやすい。なので、まあ、自分のおすすめとしては小指が81センチラインぐらいでやっていくのがいいのではないかと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ重量をかけていきましょう。はい、そう、起きる時がねあれなんですよ。そうですね、はい、ちょっとね見苦しい姿、はい、ちょっと、まあ、プロレスみたいな感じになってましたけど、はい、私の公式 LINE がついに登録800名を超えました。ダイエットに成功した、筋肉がついたと嬉しい声をいただいております。登録すると無料特典もありますのでご登録お願いします。今60キロね、つけたんですけど、ある程度やっぱり重さがあった方がまっすぐこうね、重量が移動するときに自分の体がずれるという感じっていうのがすごくシビアに出てくるので、まあ、ここをしっかり押さえていく、重さを抑えていくということを習得してください。でセッティング自体は重さがかかった方がやはりやりやすいので、しっかりコンテンションをかけて足元しっかり作ってバーの重さを利用しながらまっすぐ抜いて移動、移動した時に手首が曲がる。で、溝落ちのあたりからパンパンですね。で、ここでよくあるミスがここまで来た時にこうやってずれてきやすいです。なんでこうなって
まあ、重量は上がらないですし、あの姿勢が崩れることによって怪我のリスクも高まるので、しっかり抑えられているっていうのを常に意識しながら。でこれベンチプレスに比べるとやっぱりさっき言ったように落ちやすいので、はい、滑ってるなっていう自覚がしやすいんですよ、うんうんうん、だから滑らないようにしなきゃなっていう、うん、あの頭からの、ね、指令が働きやすいので、そこをちょっとね念頭に入れながら、はい、エササやってみましょう。はい、はい、やっぱ慣れてるんで起き上がり方が美しいですね最初僕もね、はい、こうやってコロコロしてしましたね、はい、じゃあすいませんお願いします、はい、よし、じゃあ小指で、よし、そうですね、小指でちょっとやってみましょうか。で足元をしっかりと、かかとを踏みしめてつま先を上げると足の裏にアーチができます。それによってすね力入ります、はい、お尻と、特に僕が意識してるのは仙骨ですね、はい、仙骨しっかり使ってよいしょ、はい、まっすぐから移動、手首とともに、そうですそうですそうです、妥協しないで。オッケー。オッケー。いや、鈴木さん、はい、舐めてましたね、60キロ。舐めてました。舐めてました、ね。そう、ずっと、ね、乗ってるんでね、はい、楽なポイントないですからね。ほっ。よいしょ。よいしょ。いや、思ったよりも全然いいトレーニングが、はい、60キロで。そう、ここに入りますよね。この際のライン。いや、もう本当すごいきますね。はい。このラインと、まあ、背中に収縮感がギュッて入ってくるのと、移動してきてお腹側にこうってくるときにお腹がすごく伸びてくれる、でそれによってお尻の力が強化される、はい、いろんなこう面で相乗作用っていうのが、ね、たくさん得ることができますんで、やっぱインクラインやりがちなんで、はいはいはい、このデックラインをこうちゃんとやったのはもしかしたら初めてかもしれないですね。めちゃめちゃ効きますね。めちゃくちゃあの僕も再発見というかね、新たにこう発見したこともあるんですけど、やっぱりしっかり昔からあるだけあっていい種目ですね。いやこれ筋肥大にも絶対いいと思います。あ、それ間違いないです。間違いないですね。はい、うわー、効きますね。まあ、引っ掛ける感覚というのはちょっと僕の方で、はい、もう少し強調して出していくんですけど、もうベンチと違うのってベンチってこうぐーゆっくりやってズバンみたいな、はい、引っ掛かってるところを探してというかね、ここをさ外さないようにってやっていくんですけど、もうデクは引っかかりまくってるんで、うんうんうん、結構ね引っ掛けたところでスパンスパンやっちゃっていいんです。おお、安定感が半端ない。こんな感じで引っ掛けたまま動かせるようにする。毎回同じところにコンコンコンって当たってくるようなイメージ。はい、すみさん、これ実はですね、さっきちょっとやろうと思ったんですよ。ええ、できなかったんですあのイメージ行こうと思ったんですけど、はい、ちょっとイメージよりも、あ、これできないかもしれないと思ってちょっとチャレンジします。ビジュアライズしたんでできます。わかりました、はい、OK、チャレンジします。あと、やっぱ思ってるのも滑るから、やっぱ鈴木さんの安定感がすごい。そう、背中締めている感覚がね、こうないとやっぱり滑っていっちゃうですね。僕も今回今やっぱアップあんまりしてないんで滑ってますね。あ、滑ってますか。はい、なんで足元、ぐーって引っ掛けて、そこをキープ、体幹キープして、そう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 、動かすところと締めておくところのちゃんと差別化をしてあげる。ナイスナイス、いいですね、いい感じいい感じ、よいしょ、はい、 OK。
そう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 。一回やったんでちょっと曲が。うん。こちら。よいしょ。でもこれすごい体幹トレーニングというかね、こう感覚のトレーニングにもすごくいいので、いいですね。あんまり重量を思い求めなくても全然最初はいいと思います。しかも肩が間違いなく落ちるんで、うんうんうん、その本当にこの上半身を整える意味でもすごくいいですね。そうですそうですそうです。なんで僕も最初始めた時は140とかで20発とか本当回数多めでスタートして、慣れてきた頃にトントントンって重量を乗せていって、まあ、今200とかでセット組んでますけど、それまではちょっとねこうちょっと時間かけました。まあそうですよね、はい、私だとじゃあまあ今60やってます、100とかでやればいいですかね。そうです、100で20発ぐらいのイメージで、はい、まあ聞いてる人がね、100で20発やるのみたいなねとかとか、いや鈴木さん140、20発鬼だよと思ってる人もたくさんいると思うんですけどもあのご自身が20発を扱える重量ということですね。いや、それこそ25発ぐらいの重量で20発やるようなイメージ。セット数何セットくらいのイメージでやればいいですか。僕3セットぐらいしかやらない。3セット、はい、重さとか回数にかかわらず、まあ、20発でも3セットだし3発でも3セットです。このデックラインやった後に鈴木さん通常のベンチもやるんですか。今のとしては通常のベンチをセット組んだ後にデックラインがアクセサリーですね。あー、なるほど、じゃあオプションですね。はい、ただその感覚を出していくっていう意味で言うと、まあ、うちのジムの子たちにはデクライン最初にやらせる子もいます。はい、デクラインで背中の感覚をつかみましょう。で、じゃあ背中しっかり出ました、じゃあそこが外れないようにフラットにいこうねみたいな。これまあでもアップでもいいですよね。そう、アップでも種目する時のっていうか、はい、でやっぱりこう姿勢作っていくだけでも偉いじゃないですか。だから体幹周りとかのアクティベーションにももちろんなるし、ただただこう寝っ転がるっていう時にカジュアルにいけないですよね、これね。カジュアルにいかないし、一つ一つもセッティングしないとずれちゃう。で、その身長差をベンチプレスに持っていくようなイメージでアップとして入れていくのがいいんじゃないかなと。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、今回は調整のための、まあ、ベンチプレスを座る予定だったんですけども、もう想像以上にすごくいいというところと、はい、あとはもう、まあ、やっぱりうちのチャンネルといったら筋肥大なんですけども、筋肥大によってもめちゃくちゃこれいいぞという確信が今持ってました。そうですね、あのデックラインって結構マイナーではありますよね。インクラインとかってみんなこう今のトレンドってインクラインじゃないですか、ここみたいな。そうですね。でもやっぱりこう厚みを出したりとか、はい、迫力のある胸を作ったりとかっていう点で言うと、デックラインってすごくいい種目。ただやっぱりやり方間違えると肩痛めちゃうっていう人も結構いらっしゃるので。そうですね、ちゃんとしたやり方でやっていただくといいと思います。はい、ということで、はい、ぜひあの皆さんデクラインができる環境であればこのデクラインベンチにぜひ取り入れてみてください。はい、今回ご視聴いただいた鈴木さん、インスタグラムにてツインパーソントレーニングを募集しております。下の概要欄に貼っておりますのでぜひこちらチェックしてください。はい、じゃあ鈴木さん今回もありがとうございました。ありがとうございました。